僕からですね、ええ、ゴルフのスイングの本質を復習がてら、うん、もう一回整理しようかなと思って、うん、撮りたい動画があるんだけどいい？いいですよ。本質答え言っちゃいます、はい、平井博明のワンラップゴルフ。体の動きじゃなくて、うん、クラブのこと。そうです、クラブの動きですそうでしょ、うん、当たり前なんだけどさ、うん、最近それだけの動画撮ってないなと思って。改めて撮りますか、うん、俺も言いたいことも多分増えてると思うから。嘘、うん、なんかの動画編集しててやっぱヘッドの動きなんだよなって思ったんだよね、うん、なんか体の動きどう思ってやっぱり多いじゃない、うん、多いね。多いけどさ、うん、ヘッドだもんね。ヘッドだねそれがなんかまず前提として入ってなかったらダメだなと思って、うん、ありえないことだけど、うん、ちょっと言ってみていい？例えば、うん、クラブが、クラブだけね、うん、クラブが宙に浮いてて、うん、こうやって動いて、うん、こうやって、うん、好きなスピード設定できて、クラブが単体でこうやって動くとするじゃない、うん、でそれでナイスショット出る動きをクラブ単体は一人で今こうやってずっと動いてます、うん、でそれを自分が握ることができる、うん、そしたらその中でも、うん、こうやってやるって話やんないね。やんないでしょ。やんない。やんないでしょ。やんない。で、例えばね、うん、じゃあもう基本すぎてつまんない、うん、自分でかっこ悪いと思ってるスイングで、うん、じゃあ実際にかっこ悪くてもいいよ。デッスン習ったことなくても、例えばベスト更新したスイングがあるとするじゃない。それでもベスト更新したのに直しますかって。うん、うん、いいショット打ててるのにそれでも直すかどうかよ。だからそれって本質からずれてることで、うん、うん、結局。誰に何て言われようと絶対にまっすぐ打てるパッティングのスタイル、ま、うん、っすぐ打てるアプローチ、うん、ショットっていうのがあるかどうかなの。ああ自分にね。そう、うん、毎回動画で言ってるけど先にそれは動きじゃなくて、うん、クラブの動きでまっすぐ打つ打ち方があって、うん、それが100回打って100球まっすぐ行くんだったらやっぱそれが一番強い、うん、だからそれって体の動きからは入ってないんだよね。うん、結局今の理論もクラブの動きをこう入れたいからこういう体の動きになったから始まってるわけだから、そうだね、ね、だからそれを YouTube は先に体の動きをこうやるとこういう入り方をするって言うでしょ。順番がね、そう違うんだよ。そう、うん、そうなの。だから勘違いするの。そうなの、うん、ね、しかも多分大人になってじゃあ僕がゴルフ始めましたってなって、うんうん、ランナップゴルフの撮影してなくて俺が、うん、YouTube 見て、うん、そういう動画ばっかだったら、うん、それ信じるもんね。そうでしょ、うん、絶対そうだよね。そう、うん、だけど考えたら、うん、そのクラブの動きのためなんだって分かったら、うん、それが本質でそれが答えじゃんってやっぱ思うから、うん、それをもう一度分かってほしいなって。そうだね、うん、それがうちには1万6000人ぐらいいるから。そうだね、分かってくれる方が、うん、そうだけど知ってる？さっき左肘の使い方やってたからこのチャンネル。それクラブの話じゃなかったから、肘の使い方やってたから、うん、あまりにも目立ったからねクラブヘッドを前に出せないんだから。あ、出せりゃ、出せりゃここ関係ないんだ、はあ、そういうことか。そうだから それやったんだけど、うん、だからその、まあ、ゴルフの本質というかスイングの本質っていうのは、うん、そのクラブの軌道、動き、向き、うん、そういうものを求めていけば、うん、勝手にそういう体の動きになるっていうことがすごく大事なんだよね。動いてなければヘッドを動かす方法を教えてるってことだもんね、うん、球筋とクラブって俺はよく言うでしょ。ああ言う言う。スイングデータ取るでしょ、あれ全部球筋とクラブのことしか数字で出ないんだから。あ、どういうこと？例えば、例えばスピン量とか、ああボールのことか、アタックアングルとか、うん、軌道とか、うん、あ全部クラブだから。あ、そっか。で何ヤードってボールでしょ？そうだね。高さボールでしょ？そっか。肘がとか、手首がとか、そういうことあそこに書いてないでしょ？いや、わかんないよ。手首が何度？わかんないよ。書いてあるかもしれない。手首アングル。リストアングル、アームアングルとか書いてある。大好きだからカタカナ。俺は感覚先生
先に言っちゃってる。先に言っちゃってるから。先に。俺に言われ。いつも間違えてんだから。そう。ずっと勝地先生って言ってる。そう。しかもあれだから、撮影してない時もね、LINE してる時。そう。だから俺、この間教えてくれたんですよ。トール君、最近いつも間違ってるよって。普段受けるんで、そういう LINE してんだから。ね、平井勝次先生はとかって俺もあの平井君に LINE するのね。そうするといつもだけど間違えてるよってわざわざ返事してくれる。スルーすればいいのに関係ない LINE してるだけなのに。あれ面白いんだよな。そうなの。面白いね。そう。だからその体の動きをもちろんね考えると、うん、まあそういう動画も多いし、まあやりやすいっていうかね、そこにこう着目しやすいんだけど。うん、意外と言ってることってクラブのことだから、うん、だからクラブをどう入れたいから、じゃあどういう動画を引っ張ってこようかって、まあ毎回言うけどなってきた方がいいからね。クラブが動かなかったら打てないよっていうのが、打てない、そう、一番なんだよね。そう。で、クラブが動かなかったら飛ばないから。ね。うん。そうなんだよね。浮かないし、例えばね、うん、ヘアウェイウッド苦手な方多いじゃない？うん、で、こうやって構えて、うん、上げようとして。インサイドから入れて飛ばそうとしてこうやって右体重になったらボールに届かないじゃない、うんうんうん、ボールに届かないからこうやってチョロが出るわけじゃない、うんうんうん、でこういう球が出たらボールに届いてないっていうのがまず頭に来なきゃいけないの、うんうんうん、打ち方が悪いとかじゃないの、打ち方は悪いの、当たってないんだから、うん、当たり前ね、うん、それ動画でこの間やったじゃんだからここでは届いてるじゃない。届いてる。うんうん、で、打つときに届かないってことは、ボールから遠くなってるってことを。変わっちゃってるってことか。そう。だから、こうなってるんですよってことじゃない。うん、で、チョロが出るってことは、ソールに当たってる、うん。これはさ、フェースが向かってるからさ、うん、ソールは当たんないじゃん、ボールに。当たんない。こうなってるってことじゃない。ソールに当たるってこと。うん、はいはい。だから、こういう動きでインパクトしてますよってことを分かんなきゃいけない。はいはい。うん、これを要は当たるようになるにはこういう動きになって、こうそういうな難しいことじゃないじゃない、うん、これがさ動かなくてさこうやって当たったらさフェースには当たるわけじゃない、当たるね、そうだからこの動きから大きくしていかなきゃいけない、うんうん、そういう段階を踏めないとゴルフって上達しないから、うん、ちょっと待って、一例でさ俺今すごいいいこと思いついちゃった、うん、今のさ、うん、ちょっと待って、これカットになっちゃうんだけどさ、うん、勝地先生がどう直すのかなと思って。これそういう、そのチョロが出てる場合。だこれは、うん、俺は分かんないけど。分かんないけど、うん。多分予想でいい、うん。うん。これがさ、こうなってなってるじゃない、うん、なってる。そうすると、うん、今度、うん、このまんまインサイドから入ってきたのはいいから、こっから多分こうやってやれとか。うん、ああ、無理やりフェースを向かわせるっていうか。そう。あとは、脱力して、ヘッドをこうやって前にさせようとか。そういう動きを多分入ってくると思うんだよね。うん。だから俺も、じゃあこの打ち方のこのミスは、どういう直し方をしますか選手権、俺もやりたいわけ。ああ、他の人のも見れるし、ね。そう。一個の悩み。はい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 、はい。に対して、うん、で、どうやって直しますか、うん、そしたら、1の先生、10の先生、生徒さんは1から10まで好きな先生を選びください。はい。よくない？いい。いいでしょ？超面白い。面白いでしょ？絶対それでも実現しないやつじゃん、それ。そう。実現しない。しない。そう。別に、俺がいいとこじゃないじゃん。じゃないね。お客さんが選ぶ、ね。そう、選ぶ。そう。選ばれないよ、ワンナップは。選ばれないよ。一番少ねえ。1万6千人しかいないんだから。70万人の人とかと対決したら。選ばれない。もう、列の差ができちゃうね。そう。そう。でも、やっぱり、そのクラブの動きをね、優先して、うん、その伝えてるわけだから、ああ、うん、そうなんだよね。そう、それはね、コースで行った時に答えが出ますから、そう、すごく大事。でも一つやっぱり反論っていうか、うん、いや分かってると、うん、頭で分かってんだけど、うん、じゃあもっとヘッドを早く振りたいから、うん、そういう動きになっちゃってんだよって、うん、いう人もいると思うんだ。うん、それはどうする？ん？ヘッドを動かそうとして、そういう風になっちゃってる。うん。まあ、いるだろうね。でも俺それ、自分で、たまに打ってて思うんだけど、うん、早く振ろうとして、うん、めっちゃ下半身動いちゃうんだけど、そう。それは多分知らないんでね、止めた方がこんな早く動くんだっていう、ああ、したことがないから、ね、うん、
なんつうの、野球やってたでしょ、俺、うん。だからそういう癖でそういう風に振っちゃうのかもしんないね。うんうん、そういうのあるかもしんない。なるほど、なるほど。だからその体を動かそうとしてんじゃなくて、うん、思いっきり振ろうとしたら動いちゃうみたいな。そっちの方が振れるだろうと思って。で、重ければ重いほど体を動かすと、クラブってこうやって振れるんだよ。うん、だけど、軽いから。そうだね。そう、浮くの。こうやって。そっか、バット重いからね。そう、バット重いからブンってくるわけ。うん。こんな 300g ぐらいしかないクラブ。ああああああ、びっくりドンキーのハンバーグの方が重いじゃない。でかいやつだもんね。そう。だからその、うん、それぐらいの重さのものをこんな長くして振ったら、それは浮くよね。そうなのか。ああ、だからこう、まあ、押さえつけたりとか、うんうん、まあ、グリップの握る向きっていうのが大事になってくる。うん、そう。だから、あの、こう振らないし、うんうん、体の体重の方がやっぱ重いわけだから、うんうんうん、絶対にこうやって浮くんだよね。うん。うん、それはもう分かってる。うん、だから、クラブを右手を使って押さえ込んであげなきゃいけない、こうやって、うんうんうん。そういう動きが必要になってくる。当たらないクラブっていうのは。うん。それすごい大事。それをね、編集してて、まずその意識で見始めないとダメだなと思って。うん。そうだね。うん。クラブの動きだから、うん、もうそこしかないんだよね。そう、どう考えたって、うん、全てクラブのために言ってることだから。そうなんだよね、うん、そこに気づかないとずっとゴルフは難しいっていう判断になっちゃう、うんうん、そういう風に動いても当たんないとか上手くならないってなっちゃうもんね。そう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 、そうやって動くのが目的じゃないんだもんね、うん、だからどんな打ち方でもパターでもね、絶対にまっすぐ行く打ち方、うん、が自分にあるかどうか、うんうんうん、なんでかっていうと、うん、ウエッジかなんかでもやったかもしれないけど、例えばね、こうまっすぐ打つよ、うん、ここに打つ、うん、こっからここに打つときに、うん、これフェース閉じてるじゃない、うん、でもスタンスは右向いてるじゃない、うん、こんな形したら、うん、ここに絶対まっすぐ行かそうっつったらま、うん、っすぐを見つけるんだよ、こうやって。まあそりゃそうだ。で、これはまっすぐしか打てない。まっすぐを常に見つけて打ってるから。はいはいはい。だけど、うん、こうやって構えて、うん、ここにまっすぐ構えて、こうやってまっすぐ立つでしょ。うん、そしたら、まっすぐ行かそうとしないの。あ、まっすぐ立ってるからってこと？そう。ストロークしようとするの。あ、ただこうやって振ろうとするの。はいはいはい。だから、右も左も出る。あそう。絶対まっすぐ行かない打ち方だったら、うん、構えだったら、ま、うん、っすぐ行かそうと考えるでしょ。そうだね。そう。それが違いなの。狙わないんだ。狙わない。まっすぐ向いてるから、まっすぐ打てればまっすぐ行くだろう。ただ打とうとする。そう。ただ打とうとする。ゴルフってそうじゃないから。うん、ショットもそう。そうだよね。だからまっすぐ打たないんだもんね。そう。そこに気づけたらゴルフ上手くなるから。そうなんだ。うん。ただその中にも、もちろん、アライメントって言って、あるじゃない？まっすぐ行かなきゃいけない。それはそうなんだけど、パターとか感覚の要するショットっていうのは結局自分がまっすぐ打てるショットがあるかどうかだから、うん、だから全然違う構えをしてみんの。あ、じゃあ逆にスタンスまっすぐじゃない方が狙うんだ、うん、そっちに行かせようとして。そう、それが成立するのは自分でそうやって構えてるかどうか知ってるかどうかだから。あ、曲がって構えてるかどうか知らないでこうやって構えてたらダメだよってこと。あ、そうだね。そう、まっすぐやろうとしたもんね。そう、ね、うん、これでまっすぐ行かせてみなってってことの中でね。そう。そうするとまっすぐ生かす方法を見つける。うん。それがめっちゃ大事。それパターからやってみたら、意外と自分って動けないんだな、動けるんだなっていうのは分かる。うん。それすっごい大事なんだ。毎回いいお題持ってくるね。そうです。超大事。そう。うん、分かってほしい内容を持ってきてくれる。そう。本当に大事だから。そう、本当に大事だと思う。うん。もうそれが全てじゃないだって。間違いないです。ね。うん。家撮りでちゃんと撮りたいもん。そうだね。うん。そう。だけど、いや、本当にそれを思って。うん。だから、クラブなんだよって。そう、クラブなんだよね。動くかとかじゃないっていう動画をずっと撮ってるじゃん。うん、これをさ、こっからここに、このスピードで振ってって言ったら、そのスピードで振ることしか考えないのと一緒で、うん。それ体の形じゃないんだよね。ああ、はい、はい。そう。それ、もう本当そういうこと。だからボールもそうよね。変な話。300ヤード飛ばすために、300ヤード飛ばす力で、速さで振るわけじゃん。そうだね。うん、まずそこに、まず考えがいかないと、うん、次の
形とか動きとかスピードってなってこない。それがすごい大事ね。大事なこと詰め込んでみました道具ですねこれ。ちょっとそういう意識を変えることをちょっとゴルフでやってみてください。え、そういう考え方あるんだ。そうすると楽になったりするんですよ気持ちが。そうすると素直にスムーズに動けたりするようになるんで、そういう、まあ、意識改革というかそういうものをやってみてください。あ、最後いい言葉思いついちゃった。自分がどう動くかじゃなくて、うん、クラブをどう動かすかなんだね。そうだね、間違いないですね。本当そう、それしかないな。どん底すぎて何も言えない。そうだよね。ああ、本当それしかないんだもん。それをね伝えたかった。ああ、やってないのに。やってないんだよ。まあ、カメラを3年続けてくれた答えだよね。そう、その中でこれやらない人が取り続けた答えがそれだったって。やらない人でもそこにたどり着くってことが大事よね。そう、取り続ければ。そう、そうなってくるんですよ本当に。だからそういう、まあ、本質というかそういうものを、まあ、見極めていただいてゴルフの練習に取り入れていただければと思いますので、これからもワンラップゴルフをよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。